X-2 初飛行の画像 X-2 は日本の防衛省技術研究本部が三菱重工業を主契約企業として開発した先進技術実証用の実験用航空機。X-2 の形式は1954年から1962年にかけて防衛庁技術研究所で実験に供されたサーブサフィール91バイト改造の高揚力研究機。 X1G に続くものである。開発にあたり220社に及ぶ国内企業の協力を得ており部品の9割超が国産である。2016年1月28日に形式が発表されるまでは先進技術実証機が正式な故障であった。プロジェクト初期は部内で富士山、すなわち日本の魂の思いを込めて心身と称したが、 形式発表時点で新進の名称は使用されていない。通称として、新進を用いた報道も一部に見られる。将来の国産戦闘機に適用できる先進的な要素技術を実証するために開発されたステルス研究機である。X-2 はアメリカの X プレーンと同様の実験機であり、ステルス技術の研究、開発を通じて、 ノウハウを蓄積することを目的としている。その性格上、平均的な現世代の戦闘機と比べて機体は大幅に小型で、運用寿命も数百時間と短い。また、エンジン1機あたりの推力も現代の作戦機用途としては小さく、機体にも武器の搭載能力はない。本機及び今回のプロジェクトで得た技術をもとにして2030年代に、 ステルス戦闘機が実用化される予定だが、それはまた別のプロジェクトになり、X-2 自体が正式採用され、量産、武装、実戦配備されるといったことはない。防衛省は、将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンで、コンセプトモデルとして、第5世代ジェット戦闘機のさらに次世代となる、I-3 ファイターを提唱し、回 -2 戦闘機の後継に、 国産戦闘機を用いることを選択肢の一つとしている。防衛省は将来の国産戦闘機を実現するにあたり、先進軍事技術を研究開発する必要性があると提言しており、本機の開発はその研究開発の一部の要素技術を実証する役割を担う。平成27年度概算要求では、回 -2 の退役時期までに、 開発を選択肢として考慮できるよう、国内において戦闘機関連技術の蓄積、高度化を図るものとしている。本機の開発は、実物大模型の RCS 試験や5分の1、縮小サイズ無人モデルの飛行テストの後に、2009年度から実機の開発が、2012年3月28日から、愛知県飛島村の三菱重工業、 飛島工場で実機の組み立てが開始され、2016年1月28日に実機の報道公開と形式発表され、2月11日に初の地上走行を試験した。4月22日8時47分に県営名古屋空港から初飛行し、9時13分航空自衛隊岐阜基地に着陸し、上昇、下降、旋回などの基本特性、 操縦性などの試験結果は良好であった。その後、機体を防衛装備庁に引き渡し、2017年10月31日まで計32回の飛行試験を行いステルス性や機動性を検証した。X-2 開発の期限は、回 -2 が日米共同開発に決まった後の1990年、自国の機体設計技術を継承。 発展するための技術実証機構想に遡る。その際の中心テーマは、ステルス性と高運動性の両方を備えた、戦闘機実証機の施策、飛行であった。開発は、1991から1993年度の将来航空機主要構成要素の研究施策に、始まり、1996から2001年度の、ステルス、 高運動肝模装置の研究施策を経て、2000から2007年度の高運動飛行制御システムの研究施策にて、工述する実物大 RCS 試験模型の作成及び1、5サイズのモデルの飛行試験等で、技術資料の収集を行い、本機の開発につながる。米、ロ、中といった軍事における、 先進諸国の主力戦闘機の開発と配備は、ステルス性と高運動性能を備えた第5、世代戦闘機に移っている。これまでに、海 -117 攻撃機や B-2 戦略、爆撃機といったステルス機を開発し運用してきたアメリカでは、本格的な第5世代機である海 -22 戦闘機を実戦配備し、海 -35 戦闘機の飛行試験もしている。 また、ロシアでは、スマイナス57を開発中であり、戦闘機開発能力を持つ、その他の国でも、第五世代機に関する研究が行われている。このような状況を受け、日本も将来の国産戦闘機開発を視野に入れた、要素技術の研究開発に着手しており、それらの技術を実証するために飛行試験用の実証機を製作することになった。 実証機の開発により、航空自衛隊の防空用レーダーなどに、ステルス機が実際どのように映るかを独自に解明し、高度な探知能力とステルス性と運動性を持つ、将来国産戦闘機の実現を目指すものである。第五世代戦闘機では多方向からの多様な脅威に対処する能力が必要となっており、従来より、性能向上したレーダーや赤外線センサーなどの、 電子機器が搭載されるが、機内容積の制約上、搭載する電子機器は、大きさ、消費電力、冷却能力が制約される。デジタル技術の発達速度は、今後も維持されると期待され、例えば、米国製の回 -22 や回 -35 といった機体では、将来実現される技術の発展に伴って、容易に搭載機器の性能向上が行えるように、 モジュール方式で搭載されており、日本でも様々な研究施策が行われている。寄付基地にて一般公開された X-2 キャノピー脚部本機は、双発機であり、TRCS を実現するために、機体側面に、チャインを持ち、2つの垂直尾翼を、外系させ、機体表面は電波を吸収するセラミックや、化ケ系素の新複合材料で覆われている。 また、機体内部のエンジン付近のエアダクトに、電波吸収剤が使われている。ただし、キャノピー表面を除き機体表面にステルスコーティングは、施されていない。主翼と尾翼は、富士重工業が、制御機器はナブテスコが、電波吸収剤は、宇部高さんが製造した。複雑に屈曲させたエンジンの吸気ダクトなども、相まって、RCS は、 数十キロ先のカブトムシ程度とされる。機体サイズは約14メートルで、回 -22 の全長18.92メートルに、対して大幅に小型だが、本機はあくまで、研究実証機で、離陸重量約8トンの実証エンジンを搭載し、エンジン出力に見合った、機体規模で十分である。本機は開発費を抑えるため、T-4 の座席とキャノピー及び、 t-2 の主脚と前足を流用している。技術研究本部は RCS 研究の一環として実物大 RCS 試験模型を三菱重工で製作した。実物大 RCS 試験模型は2005年にフランス国防装備庁の電波暗室で電波反射特性を試験し、レーダー画面で中型の鳥より小さく昆虫より大きく分析表示されるステルス性を 確保した。本試験模型の写真は2006年5月に基本ホームページに掲載され、初めて本機の姿が披露された。この試験は当初アメリカ空軍の施設で行う予定が、アメリカの許可が降りず、フランス国防装備庁へ依頼した。2006年春に実物大 RCS 模型を5分の1に縮小した炭素繊維強化プラスチック製、全長3メートル、全幅2メートル。 重量 45kg と推定される無人モデルが初飛行した。この機体は4機製作され、飛行実験は北海道大気町の多目的航空公園で2007年11月まで計40回行われ、遠隔操作や自律飛行、異常時の自己修復制御などの実証検証が行われた。 この飛翔実験で得られたデータは基本で解析され、X-2 の実機開発に利用されていると推測される。2006年11月9日と10日に、東京都内で平成18年度研究発表会が開催され、本期の32分の1スケール模型と、新進の通称が発表された。マスメディアへの露出では、まず、航空ファン2007年2月号が、 本期の特集記事を掲載し、ついでに2007年8月11日付の中日新聞長官も一面トップ記事で本期に関する報道を行った。テレビは8月24日の f n n スーパーニュースが独占報道として機体、エンジン、水力変更装置、縮小模型をテレビ初公開した。 5分の1縮小サイズ無人モデルの飛行実験は2007年9月11日に報道陣に公開された。X-2 は総額394億円をかける計画である。2009年度から2014年度まで研究施策を行い、2010年度から2016年度までに試験を実施し、 X-2 の開発を完了する予定で、実際は2017年度に飛行試験を含めて完了した。当初、X-2 の本開発は2008年度から開始する予定であったが、予算計上は認められなかった。同年度予算では、高運動ステルス機技術のシステムインテグレーションの研究として、概算要求の半額以下である70億400万円のみが認められ、 2008年度から2010年度まで研究が行われた。2009年度防衛予算では、本開発用の85億円の予算が認められた。基本は、先進技術実証機の名目で本開発を開始した。開発2年目の2010年度予算では228億円が認められている。2013年9月11日、先進技術実証機の試験支援で、 米国空軍省と先進技術実証機の試験準備支援として1億1368万1520円の契約を結んだことが報道された。X-2 の実機開発に先立ち、基本技術開発館付第3開発室は、高運動飛行制御システムの研究施策を開始した。この研究は2000年度から2008年度まで行われ、三菱重工が 主契約者に選ばれた。この研究の内容は、優れた運動性能を備えるとともに、レーダーに探知されにくい戦闘機の飛行制御等に関するものである。この研究では、ステルス性を高めるための TRCS な機体形状設計技術、通常の戦闘機では、飛行不能な失速領域でも、機体を制御し、高運動性を得る IFPUC 技術などの研究を行った。 操縦系はフライバイワイヤーだが、前円フラップ駆動系統にはフライバイライトを採用している。コックピットは2機の多機能ディスプレイとヘッドアップディスプレイで構成される。座席とキャノピーは川崎重工業が製造した T-4 からの流用だが、キャノピーは電波の反射を防ぐため ITO でコーティングされた。XF5 から1搭載エンジンは、 実証エンジン XF5 から1である。本エンジンは、基本が IHI を主契約企業として実施した実証エンジンの研究によって開発されたものである。XF5 から1は、アフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンであり、水力重量比8程度、2機搭載時に、水力合計約10トン程度を発揮し、将来の国産戦闘機開発につなげるものとして、 F3 エンジンの経験をもとに開発された。1995年度から1999年度まで5回に分け147億円の予算のもと開発契約を結んで開発が開始された。研究施策期間は1995年度から2000年度までである。また所内試験期間は1997年から2008年度まで行われ。 燃焼機などの性能の高さを証明して、開発を終了した。基本 S1998 年6月に初号機を、納入、2001年3月までに、計4機が引き渡された。XF5 から1の研究成果の一部は、P-1 を、回7から10エンジンへ移転している。3枚の水力変更パドル XF5 から1に、 設置される水力変更機構とレーダーブロッカー等は三菱重工を主契約者とした高運動飛行制御システムの研究施策によって開発されたものである。高運動飛行制御システムは通常の戦闘機では制御不可能な失速領域においても軌道制御を維持し、かつ高運動性を確保するもので XF5 から1の 噴射口に3枚の水力変更パドルを取り付けている。この研究施策は2000年度から2007年度まで、所内試験は2002年度から2008年度まで行われ開発を終了した。この開発スケジュールの中で2003年度に試作品が製作され、2007年3月9日の完成審査において基本により妥当の判断が下された。同年秋より、 浜松基地の航空自衛隊第一十課学校にて試験が行われた。飛行試験を安全、確実かつ効率的に行うため、試験前にフライトシミュレーターを作り、パイロットの要請や試験内容の検証に活用している。x に2 0 1 5年1月6日、当初の2014年度内の本機の初飛行予定を2015年4月、 以降に先送りすることが報道された。原因は、エンジンの出力を制御するためのレバーの位置を認識する装置が正常に作動せず、ソフトウェアの回収が必要になったこと、空中でエンジンが止まった時に自動で再始動させるオートスプールダウン再始動機能を新たに装備する変更が加えられたことに起因するとされている。 防衛省は試験飛行延期による長期的なスケジュールへの影響はないとしている。同年2月15日に初飛行が8月の予定、10月に2016年1月以降の予定と報道された。2016年4月22日に初飛行した。月間、丸2016年8月号別冊、平成の冷戦、新進自衛隊新世代機の題名に見られるように、 軍事専門誌も、この故障を用いることがある。それでもス -20 タイガーシャークや、IDF 用国号、JAS39 グリペン A、C といった第4世代の軽戦闘機と、同程度で、T、T-4 等の純粋なジェット練習機よりは、大きい、技術的観点から12トン級にすべきという意見と、アメリカから目をつけられないために5トン級に、とどめるべきという意見に分かれ、 五トン級の開発となった。ありがとうございます。